真っ白コーデ選手権、王子様すぎる美女を並べてみたら眩しすぎた。でもインパクトがお強すぎるお方が若干1名。有名ブランドのアンバサダー就任やショーへの招待など個人活動が盛んなキッズたち。個人活動といえば、以前ルセラフィムの宮脇さくらがパリコレの招待に出席できなかったことをきっかけに、さくらにもっと個人活動をさせてほしいとトラックデモが起きたりもしました。ストレイキッズの個人活動が見られることも当たり前ではないと事務所に感謝したいですね。そんなキッズたちはそれぞれの個人活動で全身を白の衣装で覆った姿を披露してくれています。ホワイトキッズが美しすぎるので一人ずつチェックしていきたいと思います。まずはヒョンジン。ヒョンジンは7月にイタリアの高級ブランドベルサーチへのグローバルアンバサダーに就任しました。11日に江南店にて開かれたポップアップストアがオープンし、ヒョンジンが訪問。オールホワイトの衣装をまとい、信じられないほどの神ビジュをお披露目しました。なんだこれ、かっこいいがすぎる。フィリックスは8月にルイ・ヴィトンのアンバサダーに抜擢。フィリックスのホワイトファッションが拝めたのは9月30日インチョン国際空港からフランスへ出国した時。まさに地上に舞い降りた天使。何この透明感、透明感がすぎて透けてる。世界のルイ・ヴィトンのアンバサダーに選ばれるのも納得の美貌に全米が泣いた。そしてこの時のファッションが総額高級車超え。スーツケースからブーツまで全てルイ・ヴィトンで、日本円にすると想定1000万円超えだと言われています。フィリックスはその身で高級車相当のものをまとっていたのですね。ルイ・ヴィトンからのピリちゃんへの深い愛を感じます。アイエンはパリで開催されたアレキサンダー・マックイーンのコレクションに出席し、真っ白な衣装が王子様すぎる。この姿にヒョンジンもとてもハンサムです。ヤン・ジョンインは完璧です。私はあなたをとても誇りに思っています、ベイビーと激愛していたそうです。ショーでは真っ白な衣装をお披露目しましたが、空港では対照的に黒のロングコート姿で現れました。色気がすごい。もうアギパンなんて言えない。黒アイエンと白アイエン、どっちがお好きですか？お待たせしました。お次はイリノさんです。リノは9月26日から W コリア11月号のデジタルカバーを務めることになりました。グッチの衣装を身にまとい、手には弓を持っています。どうやら弓がキーアイテムのコンセプトのようです。リノが絵画になったようなフォトが公開されたり、リノペン換気、その中にどうしても気になるお写真が、白いオーバーオール、サロペットのような衣装で、下には何も着ておらずセクシーな着こなし。この独特すぎるスタイリングがステイの間では裸エプロンと言われトレンド入りしました。フットボール×トゲトゲ鍋の蓋も顔面でなんとかしちゃうリノさんなので、裸エプロンもなんとかなってるはず。白アイン王子すぎてやばい。もうアギパンなんて言えない色気しとる。ピリちゃんなんでこんなに可愛いの。美しい視点しすぎる。ヒョンジンドエライ貴族の王子、リノサンドを言ったお召し物で、裸エプロンの方が1名。圧倒的に1名、インパクトが強すぎる。皆さんは誰の真っ白コーデがお気に入りですか？コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。